こんにちは。教えて菊池さん、お昼休みのマゼック講座です。はい、今回はですね、菊池さんにマゼックの豆知識をご紹介いただきたいと思います。文字集フィルターについて、お話をしたいなと思います、まあ、ひらがなばっかり書く場合、とカタカナばっかり書く場合、数字ばっかりとかあると思うんですね。でその時に、違う種類の、あのよく似た形なんだけれども違う種類の候補ありますよね、が出てくるとちょっとそこって、違うんだけどみたいな、なんで分かってくれないのあります、あります、私の気持ち分かってっていうところですよね。よくありますのが、これですよね。これが、これですね、夕方の夕になる時と、たになる時があると思うんですね、で、この違いであったりとか、それからですね、時々あるのがないかな、くとななとか。そうですね、ありますよね、あるある、でさらにいくとロとさん、そのあんまりないかなでも候補がロと次に3まで書いた時なんかにありますよという、このあたりですね、を、例えばカタカナばかり書いている時というのは、カタカナだけに限定しておけば、そのカタカナしか候補が出ないような設定にしておく、そうですね、はい、にすることができます。早速じゃあカタカナに限定をしてみましょうか。お名前の、振り仮名を書きますということで、ちょっとじゃあこう7っぽく書いてみると、そうですね、で、これはいいんですけど、これもこんな風に書いてみると、いう形で、書いた時に、出てくる候補が、あの間違えていた時の、認識用の候補も全部カタカナになっている、7も出てこないですし、こちらの漢字の夕方の夕も出てこない、という風に限定して使っていただくことができます。設定の仕方ですけれども、iPad の場合ですね、マジックボタンの下にあるこちらのボタン、これが、最初の段階ではオールになってるんですけれども、こちらを1回タップしてください、そうすると、これですね、持っている文字集のフィルターが開いてきます、はい、で今回はそこからカタカナを、水色のカタカナを選びました、文字集のフィルターなんですけれども、今ご紹介したカタカナ以外に、こんな形でたくさん用意がされています、漢字の漢、これ漢字だけ、ひらがなだけ、カタカナだけ、でアルファベットだけ、それから、こちらが数字だけですね。で記号というのは、全部の記号、マゼックが認識できる全部の記号を、記号だけを入力したいという時に使っていただけるものです。でこちらが、絵文字のモードになります、じゃあちょっと絵文字のご紹介をしておきましょうか。これ結構楽しいんですけどハートを書いた時にハートが認識できます。ハートがこんなにいっぱい出てきます、そう、あの内部的にはちょっと別のエンジンを使って、絵文字が認識できるものというのができています、で例えばこんなのできたよね、確かできますね、ですね、にっこりマークであるとか、あとそのお月様とかね、そうですね、出てきましたけど、お月様なんかもできてきます。あれ、私なんか確定してないですね今ね、ハートもせっかくなので、どれがいいです、これにしましょうか、いいですね、でこんな感じで、簡単に絵文字はね、入力できますね、マゼックで認識できる絵文字の種類が、そうですね、こちらも12種類を、入れられる機能があります。こういった形でね、線書きで、書いていただいたものを、絵文字に変換してくれます、文字集にカラーがあります、そうです、ひらがなはグレー系にしていると、でカタカナは先ほどありました、なんだろう、何でもいいです、で、こちらはですね、ですね、で、それから、英語に関しては、なんかわかんないけど A とかにしましょうか英語はピンクですね、赤系になります、で数字はこんな感じ、
で、水色に、あ、いや違う、グリーンなんでやねん、グリーンになりますね、うん、カタカナと漢字の十、はい、どっちのになってるのかなっていうのをこう見ていただくことができま す、はい、で記号が黄色になってくるということになるの で、ね、はい、自分が入力したつもりのない文字の種類になっている時には結構目立つので、はいはい、あのお使いいただければなと思います。そうですね、はい、iPhone ではこんな感じになります、はい、あと書いた時には、はいはい、今度この下のところに、はい、こちらですね、出てきていると思うんですけれども、はいはい、こちらが、ひらがなとかがありますよね、はい、設定の仕方ですけれども、はい、こちらのマジックボタンをタップしてください、はい、マジックボタンをタップしていただくと、はい、一覧が出てきますので、先ほどと同じですね、はい、ですね、はい、この形で見えるようになります、はい、今ご紹介している文字数のフィルターなんですけれども、はい、入力中にいつでも、はい、マゼックのボタンの下にあります、はい、こちらのこれですね、パレットの中から選んでいただくことができるんですが、はい、一部ですね、アプリ側で、はい、設定されている時に、はい、勝手に変わる時があります。でその時にも、戻していただくことは同じ操作でできますので、はい、そうですね、はいはい、覚えておいてください。はい、以上お昼休みのマゼック講座でした。はいはい、今回もご覧いただきありがとうございます。また見てください。